船に乗るの結構久しぶりかも。そうだね。空賊艇に忍び込んだ時は景色を見る余裕はなかったし、あの時と状況は似ているけど、はるかに危険は高いと思う。気を引き締めてかからないと。うん、分かってる。でも平和なリベールでこんな事件が起きるなんて、私何か大きなことが動き始めてるような気がする。僕もそう思う。空賊たちやルーアン市長の背後にはあの黒装束たちがいた。だから彼らの正体が分かれば何か重要なことがつかめるかもしれない。ひょっとしたら父さんがいなくなった理由もね。そっか。よし、博士を助けるついでにそのあたりも探ってみなくちゃね。うん、ちょっと。はい、これでいいです。スロット接続部分の金具が緩んでいたみたいですね。たく、おせっかいなガキだな。その程度の調整だったら俺でもできるってのによ。でもまあ礼は言っとくぜ。どういたしまして。あ、そういえば体の方はもう大丈夫ですか？気持ち悪くとかなってませんか？ああ、大丈夫だ。本気で心配はいらねえよ。人の心配をするくらいだったら自分のことをまず心配しとけ。今だったらまだ引き返せるんだぞ。私と勘違いすんな。今さら来るなとは言わねえよ。ただお前怖くねえのか？え、じいさんのためとはいえ軍事施設への不法侵入だ。いくらガキでもその重大さがピンとこない年じゃねえだろう。どうしてそんなにのほほんとしてられるんだ？その本当のこと言うと怖くてたまらないんですけど、でもエステルお姉ちゃんとヨシュアお兄ちゃんがいるし、それにアガットさんもいるから怖いっていう以上に安心できるような感じなんです。私ちょっと鈍いのかも。ちょっとじゃなくてかなりだろ。どうやら心配するだけ時間の無駄だったみてえだな。ごめんなさい。一つ聞いてもいいですか？なんだよ、やぶからぼに。そのミーシャさんって誰なのかなって。なんでその名前を知ってる？あのアガットさんが毒でうなされている時に私のことをそう呼んで、ごめんなさい、聞いちゃいけませんでした。いや、隠すほどのことでもねえしな。ミーシャってのは俺の妹だ。妹さんっていくつなんですか？やっぱり私よりも年上？いや、そうだな、ちょうどお前と同じくらいの年だったはずだ。普段妹さんとあんまり会ってないんですか？まあこういう職業だからな。年に一度里帰りした時に顔を見せる程度かもしれないな。そうなんだ、ミーシャさんちょっとかわいそう。なんでだよ。だって私にお兄ちゃんがいたらいつも一緒がいいなって思うし、とにかく私ミーシャさんに同情しちゃいます。そうか。でもまあ
確かにそうだな。もっと俺がしっかりしてれば一緒にいてやれるんだが。え？当飛行船は間もなくレイストン要塞に到着します。遊撃士の方々は至急戦争エリアに集まってください。そう、そろそろ時間が。あ、いたいた。あ、お姉ちゃんたち、アナウンス聞いたでしょ？そろそろ到着するみたいよ。準備が済んでいるんだったら一緒に戦争に行きませんか？ああ、俺の方の準備はいいぞ。ティータの方は装置の調子はどうだった？うん、バッチリだよ。タイミングのテストもしたし、よっぽどのことがない限り生体感知器をごまかせると思う。おっと、頼もしいセリフじゃない。期待してるよ、ティータ。うん、よし、それじゃとっとと戦争に向かうとするか。うん、来たか。準備終わったみたいね。コンテナの偽装は完了だ。普通の蓋を開いても尖閣修理用の特殊プレートが入っているようにしか見えないが、こちら側にもう一つ隠し扉があるってわけだ。へえ、よくできてるわね。確かにこれで生体感知器を無効化できたらなんとか潜入できそうですね。さて、あとはお前たちがこの中に隠れるだけだが、心の準備はできてるか？もちろん。いつでも OK だ。よし、それじゃあ一人ずつ順番に入るんだ。全員入ったら隠し扉を閉めるからな。了解しました。じゃあまずは僕から。ほんと狭そうね。ぴったりくっつかないと。エステル、どうしたのさ？なんでもない。しょっと。エステル、頭はそっちに向けて。オッケー。ああ、ちょっとヨシオ、この体勢どうにかならない？我慢してよ。こうしないと4人全員が入るなんて無理なんだから。そっか。そうね、仕方ないよね。次はティータで、最後にアガットさんかな。そうすればなんとか4人全員入りきれると思う。うん、それじゃあ入るね。柔らかい。なんだかミルクみたいな匂いもするし。お姉ちゃん、そんなに強く抱きしめないで。ちょっと苦しいよ。まあ良いではないか。プニプニのほっぺじゃの。にゃん。エステル、遊ばないの。やれやれ、無性に不安になってきたぜ。ほらガキども、もうちょいスペース空けろ。あう、さあ、きついか？ううん、大丈夫です。我慢できますから。無理すんなよ、きつくなったらそう言え。よーしょさん、こっちはいつでもいいぜ。やった、隠し扉を閉めるぜ。着陸したらすぐにコンテナを搬出する。揺れるとは思うが、しばらく我慢してくれよ。シード少佐、
注文通り届けに来たぜ。いや、グスタフ整備長、わざわざ来てくれてすまない。しかし、こんなに早く来てくれるとは思わなかったよ。王国軍はお得意様だからな。このくらいのサービスは当然だ。それにしても随分急な注文だったな。この前の警備艇の整備といい、何か事件でもあったのかよ。いや、まあ軍にもいろいろあってね。そうだ、中央工房の襲撃事件についてだが、重要な手がかりをつかんだので数日中には解決するだろう。おう、そりゃよかった。さらわれたラッセルじいさんは俺にとっても大の恩人でね。まさか傷つけられているようなことにはなってねえだろうな。いや、それはないから安心してくれ。おお、なんでわかるんだい。犯人たちは博士を人質に身代金を要求しているらしい。無事は確認されているから、どうか安心して待っていてくれ。なるほどね。ま、王国軍に任せておけば何の心配もいらなさそうだな。で、今日もコンテナのチェックをするつもりかい？信頼はしているが、これも規則なのでね。お前たち、早速始めろ。ラジャー、了解しました。異常なし、次。 OK です。センサーに異常あり、生体反応です。なんだと？整備長、これは。おいおい、別に心当たりはねえぞ。装置の故障じゃねえのか？そんなはずはない。中央工房に発注した特別製の生体感知器だ。だったらあれだ、ネズミかなんかだろ。そんなに大騒ぎすることないんじゃねえのか？これも規則なのでね。お前たち、そのコンテナを取り囲め。よし、開けろ。はあ？なんだよ、アントワーヌじゃねえか。お前いつの間に紛れ込んでやがったんだ。その猫は？アントワーヌって名前で中央工房に住んでいるやつだ。どうやらライプニッツ号に忍び込んでいたみてえだな。まったく驚かせてくれる。こら、お前、人騒がせにも程があるぞ。まあ、猫の気まぐれを責めても致し方ないか。お前、気に入ったのならしばらくここに住んでみるか。おいおい、アントワーヌを誘惑するなよ。振られてしまったか。残念だったね。しかし、その生体感知器、随分大した代物じゃねえか。危うくアントワーヌを閉じ込めたままにするとこだったぜ。はあ、さすがは中央工房製の機械だ。それではお前たち、残りのコンテナをチェックしろ。了解しました。お前たち、ご苦労だった。コンテナの搬入は明日にして、今日はもう弊社に戻るがいい。少佐殿、ここ数日の非常態勢ですが、いつまで続くのでしょうか？そうです。どうして我々正規軍があんな連中の言いなりに。お前たちの言いたいことはわからないでもない。だが、上官の決定に疑問を差し挟むのは軍人の役目ではない。それに、どこに目があり耳があるのかわからんのだ。不用意な発言は慎むがいい。はあ、了解しました。ふう、
後ろめたいものだな。少佐殿、申し上げます。カノーネ大尉が話したいことがあるから来てくれとのことです。そうか、わかった。仕方ない、メギツネの話を聞きに行くか。もんだ、散々反対したが来てもらって正解だったな。ありがとう、アガットさん。でもアントワーヌにはびっくりさせられちゃいました。うん、ちょうど隣のコンテナだったもんね。完全にバレたと思っちゃった。あの猫、整備長さんがわざと入れたんだと思うよ。あれがあったせいで兵士の警戒も緩まったからね。本人落ち着き払ってたし。ふふ、整備長さんならそれくらいやっちゃうかも。なかなか食えないおっさんだぜ。さてと、それじゃ行動開始といくか。俺たちがいるのは飛行船発着場、この辺りだ。闇雲に探したところで博士を発見できるとは思えねえ。そこでエステル、地図から見当をつけてみる。え、どうして私に聞くのよ。何、ギルドの先輩として洞察力をテストしてやろうと思ってな。ほら、時間がねえんだからとっとと答えろや。ほう、驚いたな。ふふん、任せなさいっての。調子に乗るなっつーの。よっしゃ、お前の意見はどうだ。僕もそこが怪しいと思います。独立した敷地内にあるし、博士の才能を利用しているならうってつけの場所のはずです。ま、そういうことだ。時間もないことだし、まずはここを調べてみるぞ。アガットさん、脱出ルートはどうしますか。おっと、そうだったな。この発着場の反対側に湖に出る鳩場があるみてえだ。じいさんを救出次第ここから船を奪って逃げるぞ。うん、わかったわ。それじゃあこの研究棟に向かいましょう。ティータ、私たちから離れないでね。あいつらは。やっぱりやがったか。塔に現れた飛行艇、やっぱりあいつら軍の関係者だったのね。普通の兵士とは随分違うみたいだけど。多分破壊工作の訓練を受けた特殊部隊だろう。道理で手強いわけだよ。おじいちゃん、あそこに捕まっているの？ああ、いよいよその可能性が高くなってきた。だがここでやり合うのはまずいな。そうですね、下手に騒ぎを起こしたら要塞中の兵士が駆けつけてくると思います。なんとか見つからずに建物の中に入れないかな。ねえねえ、ここから中に入れないかな。いや、窓に鉄格子がはまっている。音を立てずに侵入するのはちょっと難しそうだな。あ、こいつは大当たりだぜ。え、ラッセル博士、本当にありがとうございました。よくぞこのゴスペルの制御方法を突き止めてくださった。
情報部を代表して感謝しますよ。ふん、やはり貴様が黒幕じゃったか。情報部司令リシャール大佐、確か貴様もカシウスの元部下だったか。おお、そういえば博士は彼と交友があったのでしたね。カシウス・ブライトの行方は我々も探しているのですが、未だ突き止められなくてね。心当たりがあるのなら教えていただきたいものですが。知らん、知ったところで教えるものか。まあいいでしょう。もしこのゴスペルが彼のもとに届けられていれば、困ったことになっただろうか。今さら彼が現れたとしても、この流れを止めることはできない。黒の動力機、いやゴスペルとか言ったか。貴様らそれを使って何をしでかすつもりじゃ。いやそもそもそんな得体の知れない代物を一体どこから手に入れた？ある筋からと申し上げておこう。我々の目的は、まあすぐに明らかになりますよ。それが分かった頃には博士を解放して差し上げますから、それまでゆっくりなさってください。貴様らの悪事を知る者を平気で解放しようとするとは、よっぽど大それた真似をしてかすつもりらしいな。想像にお任せしよう。しかし事がなった暁には、個人的に博士の研究を援助させていただくつもりです。新たな発明でこのリベールをより豊かにしていただくためにね。お断りじゃ。博士、あまり聞き分けのないことをおっしゃらないでくださいな。博士のお孫さんに万が一のことがあった時に助けてあげられませんわよ。小娘が、またそれでわしを脅すか。やれやれ、カノーネ君、君の交渉のやり方はいささか優雅さに欠けるのではないかね。失礼しました。彼女はどうも特殊なユーモアセンスの持ち主でね。誤解してほしくないのですが、我々は皆国を憂える一介の軍人に過ぎないのです。民間人を巻き込むつもりは一切ないと誓っておきましょう。幽谷の式取りか。そしてあらゆる動力現象を停止させる漆黒のオーブメント。なるほど、貴様らの目的なんとなくじゃが見えてきたわい。ほう、失礼する。あら少尉、大佐は博士とご歓談中なの。邪魔するものではなくてよ。いや構わんよ。ロランス君、報告したまえ。グランセルで動きがありました。大佐の読み通り、白き翼が網にかかった模様です。それはそれは。これでチェックメイトだな。それでは博士、我々はこれで失礼します。シード少佐、博士が不自由のないように気を配ってくれたまえ。は、了解しました。ラッセル博士、何か入り用のものはありますか？大抵のものなら揃えさせますが。ふん、結構じゃ。お前さんは連中とは違って骨のある男と思っておったが、どうやらわしの買いかぶりだったようじゃの。恐縮です。博士はある反逆者によって誘拐されたことになっています。それを踏まえていただければ、お孫さんへの手紙など届けさせていただきますが。早くわしの前から消えろ。失礼します。
リシャール大佐、あの人が黒幕だったんだ。しかも父さんのことを探しているみたいだけど。ああ、どういうことなんだろう。それにあの仮面の男、あの野郎やっぱり出やがったか。行くみたいだな。うまく切り抜けられるかな。気に人気がなくなったな。奴とは決着をつけたかったが、まあいい、仕事の方が優先だ。窓から入れない以上見張りを倒すしかないわね。速攻で蹴りをつけましょう。ヨシは？ちょっと聞いてるの？あ、エステル。大丈夫？ヨシは兄ちゃん。おいおい、勘弁しろよ。クールなお前らしくもね。すみません、少しぼーっとしてて。ヨシはどこか調子でも悪いの？大丈夫、問題ないよ。入り口を守っている見張りを倒すんですよね。ああ、とっとと始めるぞ。